今日のこの感染者を見ますとですね、第7波がもう来たのではないかというふうに思います。300人以上の感染者が出るのはですね、久しぶりですので、今後やはり感染者が増えるのが心配ですね。感染拡大の原因については、ウイルスがより感染力の強いオミクロン型の派生型、オミクロン株の派生型 BA.5 に置き換わりつつあること、3回目のワクチンの効果が落ちかけている可能性があることと分析しています。行動制限は必要でしょうか。どういう場所で感染が起こっているかということを最近のデータを見ますとですね、飲食店とかそういうところでの感染は少なくなっておりまして、学校とか、職場とか、そういうところ、あるいはその病院あるいは施設ですね、ところでの感染が増えていますので、行動制限を強くしてもですね、あまり感染者は減らないんじゃないか。また県内ではおよそ1ヶ月後の来月10日11日によさこい特別演舞が開催される予定です。感染者数の予測は難しいとしながらも、よさこいも例年とは違うやり方で感染対策をしながらやるということであればですね、社会経済活動とその感染対策を両立させないといけないわけですから、私たちができることはワクチン接種をしっかりすると、どの年代でも、特にですね、若い世代のワクチン接種があんまりできてませんので、まだやってない人は3回目あるいは4回目の、接種のクーポンが来ている人はやっていただきたいなと思うんですけどね。